はい、山本町でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録とコメントのよろしくお願いします。ということでね、自民党でね、新潟5区から立候補されたその泉田裕彦さんがですね、出馬にあたってその新潟県議の星野さんから2000万を要求されたっていうニュースが出たのでですね、これについてちょっとね、知るところをお話ししていきたいなと思ってるんですけれども、多分ね、これはあくまで私のこう個人的な感覚ですけど、そういう要求あったと思うんですよ。で、実際そのテープをね、泉田さんがその先週のどういうかな告発のビデオがなんか作られてですね、お話をされて、記者会見でもそのね、その録音テープがあるんだということでお話をされていたように見受けられてですね、でそれに対してその星野さんの側がですね、捏造だと、このテープは作られたものであるということをご主張になってですね、みんなでこうね、指差して笑ってたんですよね。いや、面白いなと思ってね、こう見てたんですよね。で、やっぱこう新潟はですね、そういう土地柄なんですよね。で、正直こう私もその仕事柄こう結構新潟も出入りしてますし、あと私の家内が新潟大学出身だったりとかで、私も今新潟大学に通ったりするわけですけども、そういった点で言うとですね、新潟にゆかりのある人間としてっていうか、もちろんね、生まれ育ってないけれども、さあ仕事としてそのどうしても新潟に出入りする人間としてですね、泉田さんのおっしゃってることも一理あるというか、そのおそらく事実だったろうということは、なんとなくその理解ができるところではありますと。で、私がちょっとね、星野さん云々に関してはいろいろその原因があるなと思っているのはですね、もともとあそこら辺はその新潟のですね、一番こうあかん部分をこう凝縮したようなところがちょっとあってですね、昔で言うと、それこそね、皆さんご存知の田中角栄さんがその地盤とされた地域も含めてですけども、その後田中真紀さんとか、そのご主人の直樹さんがですね、いろいろなことを話をされていてですね、もちろんその田中家っていうのは昔からそういうのがいろいろ風文としてあったというのは皆さんご記憶の中にあるかと思うんですけれども、それよりもその諸連とかですね、もしくはその新潟のね、自民党県連というものはですね、大変このお腐りになられていると、非常に問題をね、抱えておられるように我々からすると見えるわけですよね。で、実際そういう形でですね、選挙に介入されたりとかですね、新潟県絡みのその公共事業でそのいろんな自民党議員の方が口利きをしようとされるわけですよね。で、例えばその新潟駅の建て替えの事案でですね、そこのその区域に対してその結構不思議な取引があったということでですね、一時期そのね、報じられるの報じられないのっていうのがあってですね、であそこにはその新潟日報っていうクオリティペーパーがいますしですね、クオリティペーパーの人たちもやはりそのある程度ご存知なはずなんですよ。だって万代橋の近くに彼はでっかいビルも建ててますしですね、あの辺りのその経済事情ってよくご存知なんだけども、その辺りの話はあんまり地元マスコミには書かない。あとその新潟港の浚渫工事であったりとか、さまざまなところでですね、そういう自民党議員の方々 のあそこの業者に頼んだらこのぐらいのこういうことがあるよとかですね、日に陰にいろいろ協力を求めるわけですよね。で、その協力を求めたときに、例えば党にお金を入れるとか、もしくはその私にお金を払えばうまくまとまるんだよみたいなことを、おっしゃる方は結構平気でいらっしゃると。なので、そこの中で言うと、いろんなその、性的スキャンダルを起こされた方とかですね、あとその地、付近の地域でですね、いろんな暴力事件を起こされた方とかですね、でそもそも泉田裕彦さんはそれほどその見切れな方なのかどうかということも含めてです、本当はいろいろ議論をしていかなきゃいけないんですけど、ただ今回の星野さんに関してはですね、やっぱり地元のドンというふうな関わり方はしてるんですけれども、ドンというかいわゆる古き良き政治家さんだと僕らは思ってます。その辺りの界隈をよく知る人間からするとですね、ああ星野さんねっていう部分はなきにしもあらずですよね。で、なんでここで星野さんの名前出てきたんだっていうのは、我々もよく分かりません。で、実際そういうことをその泉田さんが言われたから、小選挙区での落選に腹を据えかねて告発された部分もあるかもしれないですけれども、星野さんに関してはですね、我々からするともちろんね、過去いろんなその経緯があったのをよく存じ上げてはいるんですけれども、そこでこうダイレクトにお金つかみに行ったんだっていうのはむしろ新鮮な驚きだったなというふうに思います。で、星野さんに関していろいろ原因があってですね、これもやっぱり他で書こうかなとは思ってるんですけど、弥彦村のですね、競輪場のお金をごまかしているとか、いろんな直接の疑惑があるわけですよね。で、弥彦村村長の前の代の村長からですね、今の村長に代わるにあたって、今の村長っていうのは、あるメディアを経由されて来られた方なんですけれども、弥彦村のね、昔の帳簿がおかしいということを、非常にこう強くその懸念として持たれてですね、さまざまな告発も含めてご存知だと。なんだけども、弥彦村はですね、村で唯一村営の競輪場があるわけですよね。全国で唯一だというふうに私聞いていても、本当かどうかわからないけど多分そうだと思うんですけど、そういうような特殊な地域ですね。弥彦村に関しては温泉があって、神社があって、菊祭りがあって、でさらに今回の競輪場があるということで、非常にこう豊かな村なんですよね。
で、まあ、観光資源がしっかりあってですね、それ以外 の、 その、まあ、例えばその市町村合併とかですね、まあ、いわゆるあの自治体再編の流れにおいてはですね、いや私は自分たちで立ってられるので大丈夫ですと言って村のままでいるぐらいに、まあ、彼らからすると、まあ、非常にこうもうあの自分たちの経済力に関しては自信があるわけですよね。でそういう村 の、 その中でですね、その競輪場のお金はおかしかったっていうのは結構長らく言われ続けてきていたもので、まあ、これは本当に古き良き田中利権だっていうふうに、まあ、言う方もいらっしゃいますけれども、まあ、地元の人たちはある程度皆さんそう、ね、薄々知っとるわけですよね。ただそれをその刑事事件だ告発だって言ってですね、まあ、話が騒動になるようだとその彼ら自身もそういうあんまりそういうのは望まないわけですよね。なのでうまくその北韓村ですね、新村長が選ばれたとしてもですね、そこら辺はそううまく証拠を隠蔽してですね、追及を逃れてきたっていうのは過去の経緯になったのかなというふうに思います。で他にもその新潟港とかですね、柴田市とかですね、いろんなところでこういろんなことをやらかしてるんです。あとその燕市三条市のなんか中小企業女性の話とかですね、そのあたりで俺にこうね、協力してくれればその300万円が積んでくれればですね、お前らのところにそのね、1500万か2000万ぐらいの女性が出てやるおかしくないような手取り計らしてやるよみたいなことを、まあ、結構平気でおっしゃる方だというふうには皆さん認識をされているのかななんてことは思うわけですよ。なのであの、まあ、今回その、まあ、いくらなんでもそのテープが出てきちゃって分が悪いんですけれども、ただ それが新潟なんだよって言われちゃうとですね、まあ、非常にこうジュクジュクする気持ちがあるんですねそれをあの言っちゃうとですね、あの、まあ、いわゆるそのね、そもそもその地方議会におけるドンってどういう存在なのって話にどうしてもその立ち入らざるを得なくなる。でこれっていうのはやっぱりあの、まあ、我々政治をある程度見てる人間からするとですね、その地元でいろんな利益誘導せざるを得ない場面において介入をしてですね、まあ、そこでそのうまい具合にその業者指定がなんかに潜り込んで、そこからそのある意味そのね、自分の秘書を出してもらうとかですね、車を出してもらうとかですね、もしくはその具体的に現金もらうかと思いますが、そういうあの利得の受け渡し窓口として、機能するケースってやっぱり多いわけですよ。それに対してこう、まあ、党の県連のね、他のその陣笠議員みたいな人たちがですね、まあ、ぶら下がって、じゃあ、ね、大将よく頑張ったねと、まあ、県連運営するために200万用立ててくれよとか、500万くれよとかって言って、まあ、まあ、お前らそういうんじゃしょうがねえなと言ってお金を差し上げるというような、その古き良き田中政治の仕組みってあるんですよね。だからそのあたりのことも考えて、まあ、今回の報道を見ていく必要があるのかななんてことは思います。で、あの今回その出ていたですね、あの、まあ、米村隆一さんですね、前の、新潟県知事、あれはうまくやったよっていう表現がありました。で彼に関してはですね、その、まあ、いわゆるその自民党県連の、触るその利権の部分に関してはその第1期目に関してはノータッチでいくっていうような形で、まあ、彼がその、まあ、差配していたっていうのはその、まあ、耳にしています。まあそれは本当かどうか分かりませんけれども、まあ、ある程度その知っていてもですね、証拠がなければその、ね、この野郎って言って胸ぐらつかむもできないのでですね、まあ、そこはその米村さんらしい合理主義があったのかなと思うんですけど、彼がそのお金をせびられてお金を払ったっていう経緯はおそらくなかっただろうというふうに私は認識していますと。まあ、これ他の自民党のね、新潟県のその県議の方々、まあ、私の個人的に知り合いの方々は今回の件でコメントをされていて、私も取材に行ってきたんですけども、まあ、その点で言うとですね、いや、あの米村さんっていうのはその身堅い人でと、まあ、めんどくさいぐらい合理的な堅物なのでね、あのそういった話をその、まあ、新潟県に対してその、まあ、言ってもですね、あの人に相談しちゃうと突っぱねられるから、彼がその見ないふりをしてくれるところでいろいろやるんだっていうようなことをまあおっしゃってたのはまあ事実ですと。まあ、第2期目ぐらいになるとですね、あの米村さん、あの米山さんもね、あの、まあ、物事が分かってきて、まあ、この野郎と言って喧嘩になったかもしれないですけど、でもまあ残念ながらですね、あの彼はその1年ちょっとで辞めてもうたのです、ね、そこら辺の話がその軍演化する前にその職を辞されてですね、まあ、今はその新潟5区で議員バッジをつけて国政に参加されているというふうに認識しているので、そこは僕は良かったなと、逆にその彼に関しては思いますと。で、まあ、あの、まあ、米山さんのね、そのあたりの事例って事欠かなくてですね、例えばその新潟を元気にする会問題ってあってですね、あの米村隆一さんが知事になってですね、まあ、地元財界人を含めて米村隆一さんを盛り上げるためにその新潟を元気にする会っていう会合を立ち上げたわけですよね。でその会合の中でですね、まあ、あの新潟のそのね、地場の経済人でその、まあ、非常に有力の人がですね、まあ、横浜ベイスターズのね、難波智子さんってこれは新潟大学出身でですね、あの新潟出身のゆかりの深い方で、まあ、そこからその新潟高校を出てその津田塾大学に行かれて、そこからそのあのハーバードに行かれてマッキンゼー行ってっていうそういう羽ばたかれ方をした方なんですけれども、まあ、そういうその縁のある人がですね、横浜で球団を持ってるんで、その2番目のフランチャイズとして、新潟でそのプロ野球を呼んでですね、まあ、そこにこうね、新潟のね、磐梯橋周辺にその多少土地が余ってる部分があるのでですね、まあ、そこを使ってですね、まあ、いわゆる駅直結に近い形でなんか大型のね、球場を作ろうと、ドーム球場を作ろうっていうことをですね、その地元財界人の方が言ったわけですよね。でそれを聞いた米山隆一さん、主賓ですよ、あの呼ばれてその、ね、いるその主賓がですね、文句にね、そんな合理的なことは不合理なことはしないということで蹴飛ばすわけですよね。でみんなそのドン引きするわけですよ。
ょう。新潟のね、経済発展のために良かれと思って、地元財界人がその新しく新任のね、米山隆一さんを盛り上げるためにその、まあ、そういうプロジェクトをやろうってその持ち上げたにもかかわらずですね、そのお披露目の場でその本人のやるそのあの米山隆一さんをキックしてしまうということでですね、まあ、こう米山さんらしいなっていうふうにみんなで思いながらね、まあ後から思うとその笑い話なんですけれども、その時はですね、結構騒動になったらしいですよ、その後。なんであんなやつを知事にしたんだみたいな話になってですね、誰が応援したやつだみたいな話になって、もめたって話を後から聞いてですね、まあ、すごく面白かったですけどね。そういうこともありつつですね、まあ、それはやっぱ泉田さんの時のカラーと米山さんの時のカラーは違うんだよということをまあ明確にさせるようなエピソードだなというふうに思いますよね。で、あともう一個その米山さんに関してはですね、まあ、新潟のある市でですね、自動運転 の実証特区をやるんだっていう話が持ち上がってですね、まあ、みんなで盛り上がったわけですよね。でそこにですね、米山隆一さんがやってきてね、自動運転に関しては、ね、特区いらねえのだと。普通にそのね、企業が来て勝手に実験するのは構わないんだと。で、特区である必要ないし、そこでお金集める必要もないだろうって、それでまたその呼び込もうと思ってた市がですね、お通夜になるって、そういう話があってですね。そういうことも含めてですね、まあ、新潟ってのは面白い地域なんだよってことを皆さんぜひ知っていただければというふうに思いますね。なので、まあ、今回の、ね、泉田裕彦さんに関してはですね、多分まあ僕としてはその、まあ、補助さんからね、なんか言われてその2000万3000万要求されたのは、まあ、まあ事実でしょうと。でその事実なんだけども、まあ、それを、ね、テープにしてその出してですね、じゃあその告発してね、なんか誰か摘発されるに至るかというと多分それもないでしょうと。でその、まあ、長岡支局長っていうような、まあ、まあ、立て付けでね、まあ、星野さんが言ったってその自民党全体の本意だっていうふうにまあ言うかどうかってまた微妙な問題なんですね。まあ、そこはそのうまいことやってよと。なので、まあ、もうちょっとね、いろんなそのメディアも含めた準備をして、告発をされればもっとね、ドカンと天高くね、皆さん舞い上がるようなことになったのに、まあ、もったいなかったなというのが個人的な心境でありますね。はい、ということで皆さんこの辺り のニュースもぜひフォローしていっていただければいいかなというふうに思いますね。はい、どうもありがとうございました。失礼します。